撮影中私も絡む役でもあったので、うん、本当に頼む太ってくれってずっと思ってたお願いだからいや本当になんか顔もちっちゃいですし体も綺麗だし、いやいやいや実はメンズエステでケアしてそうすごいもう給料全部突っ込んでそうなぐらいすごい笑い声が今飛びましたがでもめっちゃ笑ってましたでも本当にそう思うだってこんな綺麗な顔ですよ。撮影中私も絡む役でもあったので本当に頼む太ってくれってずっと思ってたお願いだからいや本当になんか顔もちっちゃいですし体も綺麗だし、いやいやいや、今からご覧になっていただき私先に見たからで、いや本当びっくりしたんですよ。で、今ちょっと年を重ねられたか、いやいやいや、なんか男っぽくなったんですけど、うん、男性っぽく割と本当に女の子みたいな顔しててちょっと本当にね、なんかそれに一回怒ってたことってありましたもんね。僕も神尾くん結構スレンダーだから、うん、そういうね服脱がなきゃいけないから、うん、筋肉体操の DVD 渡したんですよ撮影前にそれでこれで筋トレしてくれって俺も家でやってるからって言って渡したんですけど、うん、なんか忙しすぎて一回もやってくれなかったんですよでもちゃんといい体に映ってます、うん、はい、それはもうありがとうございます、ね、そこは素晴らしい拍手ぜひ。これ神尾さんは実はメンズエステはいや全くですよ本当、いや行ってなさそうじゃないですか俺芸能人な感じですよねこれ、行ってないです。あ、そういうところ全然行ってない、実はもう専門の場所があったり、ね、ないですよマジでそうなんですね、うん、じゃあこれは実はしてない、してない、まあ、逆にしてなくてこのお姿っていうことがね、どこがですかこれもう殺せよやばい、もう本当努力してる身からしたら本当にね、ね、本当にどれだけクリーム塗ってると思ってはい、すいません、ごめんなさいありがとうございます。竹尾さんからはそのようなコメントいただきました。それではじゃあ神尾さんから思う竹内さんは実は丸々してそう、はい、どうぞ。全然ディスリーとかじゃないですからね、うん、何先に言われて実は、うん、イグアナを飼育してそう。ちょっと待って。いやイグアナ、まあそのイグアナに限ったことじゃないんですけど、うんうん、そのちょっとこう変わった生き物を、爬虫類ってこと？そうです。爬虫類とか。ハリネズミとか。綺麗な字を書くねあなた。綺麗な字ですね。はい、そうなんか犬とか猫とかじゃなくて、うん、ちょっと変わった生き物を飼ってそうだなって。うん、なんか。それはいい意味でですよもちろん、はい、いいとか悪いもよくわからないんですけどもね、いい意味でですよ。イグアナがかわいそう逆にそのなんか変わったらその手がかかるものにこう愛情を注ぐのが好きそうだなっていう、うん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 、何も飼ってないんですか竹内さん。実際何も飼ってないんですよ。なんかすぐ殺しちゃいそうでやばい。本当に観葉植物とか飼ったんですけど、なんかすぐ枯らしちゃって、本当これ 2,3 ヶ月持ちますって言って2日でダメになったんですよもうびっくりして、本当に私のなんか邪気みたいなのを取ってくれたんだなってちょっと前向きに考えてんですけど、俺最初豆苗育ててそうにしました豆苗は育てたことある。あ、マジですか。あるあるある。みんなやりますよね。でも、うん、一回買ってね、きっとこう頑張ってくれる感じが、うん、ありがたい。手かからないですけどあれでも、はい。